ルジョでーす。はい、今日もね、来ましたよ。インドのスラム街、ジャキーラっていうスラム街なんだけど、ジャキーラってインドの言葉で親切でないっていう風に書くらしいんだけど、ここには7万5000人ぐらいこういう家とかにひしめき合って住んでる結構大きなスラム街やね、うん。インドって、まあ、基本普通じゃないやん、ツッコミどころ満載やん、うん、かつここスラム街なわけやん。いろんなヤバいことあるんじゃないか。ちょっと入り口やねんけど、もうすでにちょっとヤバい。ヤバい、臭いし、えげつないやん。だから一回散策してみよう。レディゴー。で、匂いはフィリピン超えるかもしれない。めっちゃ臭い。うわ、危な。とてもなく汚れてんな。バツです。バレーズ、バレーズ、バレーズ、はい、バレーズ。あ、アイロン、アイロンの、うん、あー、金ピカや、金ピカや。これすごい、これ製造業が結構そう感じに聞いてさ、工場とか工場とかがあったりするって。でもあんなに劣悪な環境なんやな。どうぞ。どうぞ。ゴミとかをリサイクルして、リサイクル業とかもなんかこの辺では結構行われている。範囲がやばい。トランプや、トランプ。うまいな。あ、できねえ。やばい。ゴミをリサイクルしてる工場が多いで、汚さは今までのスラム街の中で1位やな。インドってゴミをわざと捨てる文化があるんや。日本やったらポイ捨て絶対あかんねんけど、ポイ捨てこうすることによって社会的地位が低い人たちに仕事を与えることになるから、うん、だからなんでゴミ箱に捨てるんだみたいな、ポイ捨てしろよって。おお、塗装や。これ絶対捨てたらこの匂い、死んだやな、うん、完全に。そんなすぐ決まらんでしょ。ハエがいかついな。やばい。そうめん、うまそう。ラーメン。ちょっと食べるか。いただきます。マセンク。もうそれ。何ぐらいこれ。あ、うまい。やったらこれ。ソースは危ないと思う。酸味系食べたらいいやん。いや、大丈夫。はい、え、ね、30、60円渡してんの。 OK、 チップ、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 チップ。両親いたんだよ、もう。両親いたんだ。優しいなぁ。10円。 Thank you。 Thank you。 Thank you。 え？This is 10 rupees。 ちょっと待って、心が現れる。やめろやめろ、心が現れてまうやん。ええやつなってまうやん。いいことやん。スラム街これやから、ほんまもう。大丈夫。よっしゃ。おお、すげえ。日本じゃ想像もつかんような生活してるな。ガチやん、結構ガチやん。あかんあかんあかん。おら、男やろお前。おら、先輩。おら、もう男やったら殴ったか、女の子。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫、大丈夫、大丈夫。えぐいことするわ、ほんま。線路や、うん、鉄道会社がもともとあったらしくて、うん、この鉄道会社の、あ、土地、まあ、そこはもう国とかがあんまり管理してない土地やから、貧しい人たちがいっぱいこう住み始めたらしいんや。
ジョブラム視聴者やった。違うやん絶対。温かいな、うん、やっぱりスラム街って、まあ、喧嘩とかしてたけど、うん、はい、えぐいな、えぐっ、はい、えぐいな、これスプリームやん、金持ちやん、スプリームなあ、チーナと一緒やん、これチーナも今、スプリームやで、これスプリーム、スプリーム、スプリーム、熱そう。いや、うわ、旦那、絶対あかん、こんな生もんはエグいやろ。ヤギ、顔、顔ある、うん、ほんま、ヤギの顔や、これ顔、これ見て、これ全部生え、全部生え、うわおー、これで俺もメジャーか。いや無理やな。ナマステ、おー何してんの、キッツくん、いやーキッツくよ、デンジャラスデンジャラス、うわー怖い怖い。うん、今回ちょっとあのデリー最大のジャキーラっていう、うん、7万5000人以上が住んでるスラムに行ったけど、うん、やっぱ人が温かい、うん、うん、お互い支え合って生きていって、部外者の人らにも挨拶してくれたりとか、うん、もう俺普通にな、あのチップやと思って渡したのにいきなり、うんうん、ちょっとなんか迷ってて、うんうん、あ、3人分やと思ってたから30、30チャットルピでそう、ルピルピ全然ちゃう。30ルピ渡したけど、うん、やけど、あ、これ1人分やって言ったら20ルピーどうしようみたいなって、うん、いや、もらわれへんみたいなとか、まあだからぼったくるとかさ、パクるっていう人とかもおったりとかするけど、かたやこんな優しい人たちがおるっていうことを目の当たりにした時にめちゃめちゃ感動したわ。うんうん、ちょっと散歩して帰ろう、ふい、うん。